先日までセンター試験の動画を2本ぐらい投稿していたわけなんですけれども、タイトル詐欺と言いますか9割の取り方を教えると言いつつ3割の取り方を教えてしまったりとかそういうことをしてしまったことを今一度一回深く謝罪をしたいと思います。どうもすいませんでした。そしてですね、今回センター試験が1ヶ月切ったということで、うん、まあそろそろね、僕ら一応それなりの大学には通っている身なので、ちゃんとセンター試験、まあ9割取った人はこの中にいないんで申し訳ないね。ながらただみんな8割は超えてる感じですか？そうでもないまあ、だってセンターの点数いや、何パーか、まあまあ、センターの点数言っちゃいます。僕は 84% ぐらいです。あー、86%。おお、88%。 89% です。73%。まあ、ほら、でも、いや、受かってることが、そうそう、受かってることが、むしろ、あの、いいアドバイスがあるもん。そうそうそう、もしかしたら僕ら史上初のまともな企画かもしれません。企画ですか？ほんまぞ。でも今回は本当にまとも、今回本当にまともな動画を撮ろうちゃんと思ってます。まあ、あの、そらし出したやつがいたら、あの、後ろからタカタカ僕しばくんで、俺とゆ、俺とゆうゆうが後ろにいる。後ろからタカタカ僕しばく。俺とゆうゆうがタカタカの後ろにいるのはそういうことです。あー、なるほど。今回はテーマを基本的にその科目ごとに分けてというよりかは、僕らこの理系が固まってるから文系の人にね、あんまりあれがあれ話せることがないので、その、うん、日にちというか区間に分けて、期間に分けて話していきたいと思います。うん、まあ1週間、2週間ぐらい前の心構えというか、何パーしか取れてない、何パー取らなあかんのにみたいな、そう、予想問題とかね、そう、何をじゃあ勉強したらいいのかとかあるじゃないですか、多分。そういうのについてね、各々自分の経験談を混ぜながら、俺2曲解してると思ってて、基本的にはその浪人してもいいみたいな人がいるじゃないですか。浪人してでも登壇に行く、そういう人って、まあ、ある種気持ちはどうなんやろ、ちょっとは楽なんかな。また、まあ、俺みたいに絶対浪人はあかんみたいな人、私立でいいから受かったらいいけど、で人がいて、まあ、それでその本番前の心構えっていうのもちょっと変わってくるんだなって、うん、ちょっと思う。まあ結果点取らなあかんことに変わりはないねんけど、まあね、点取れんかったら諦めるしかない。俺の地理で困ったけど、東大とかで9割南部とかいかん、なあかんところ以外は、まあ、正味俺だって8割でいいわけやんか。そう、逆に言えば2割落とせるとか。そうね。あと本番前は思ったことは、例えばこの分野ができへんって言って必死こいてやるのは俺無意味やと思ってて、だって1週間前でベクトル分からんやつがベクトルってできるかって言ったら無理やろ。無理やな、無理やな、確かに。それよりかはもう計算ミスを防ぐ訓練をしたりとかの方が俺は有益やと思ってる。なんかあの英数国はなまらないようにちょっとずつやっていく感じで、理科社会をどんどん上げていくみたいな、知識量とかが抜けてるところあるから、あれよりも浪人生よりも劣ってるだろうから、比率を大きくするの、まんべんなくやっていくのがこの直前の重要だと思う。全教科毎日やるべき。で、俺前日に絶対やっといてほしいのが、あの好きな漫画読むっていうことだけやっといてほしい。ほう、だからその漫画読むことによって落ち着くんよ、結構。で、それでなんかリラックスした状態であの本番に臨めるっていうのと、なるほどね、漫画一落ちた時にこの漫画受かるまで読まんっていう決意ができるっていう。おー、あとな、その絶対早な早起きはやんないとね、体調崩すから。絶対その時期体調崩すもんね。いや、俺は受験期は絶対に、あのさ、高校ってさ、3学期授業なくなかった、ないね、ない、で、ずっと勉強できるやんか。俺は絶対休みでも朝9時には勉強する、なんていうの、午前中に3時間勉強するっていう決まりを自分の中で絶対作って、その代わり夜は俺も8時で勉強終わんみたいな。なるほど、テレビ見れるから。あ、なるほど、テレビ見たり漫画見たりっていう。一生勉強してると絶対体持たへんし、心も持たへんから。確かに。だから俺は絶対この、あの、俺はって言うけど、午前中3時間勉強するっていうのは結構割とおすすめ。あと夜更かしが絶対良くないの。うん、まあな、夜更かしは東大生の受験期にどんぐらい睡眠時間取ってましたかって平均取ったらしいけど、7、8時間みんな寝てたらしい。だから、まあ8時間はね、寝たやつが受かる、寝たやつが受かる。かといって甘えんのは良くないっす。あ、そうだね。1時間半の倍数で寝るといいらしくて。ああ、そうね。だから7時間、まあ7時間半にしてるから。そうそう。まあだから、まあ6時間ですと短いから、7時間半か、まあなんなら9時間寝ちゃっても OK。うん。
まあね、浪人生の強みは二次試験なんで、マジでセンターなんかどうでもいいっす。おーある程度ね。おーい、いや本当にこれはね重要。あのね、センターでこけても二次で挽回できるのが浪人生の強みなんですよね。確か二次力バグってるから、まあ、センター無理だったからって言ってものすごい焦る必要はない。あれに越したことない。大学によってはあるかもしれないけど、まあでも難関大であればあるほど二次の比率の方がでかいし、逆に難関大でなければないほど浪人生の割合が少ないので、あの二次の優越感みたいなのがすごいあるんで、結果ねセンターよりもね二次の方が大事やね。まあでもね2回目でしょセンター、2回目やったらね去年ほど緊張しないし、なんとかなるよ、うん、多分。うんってこれ現役で下見はまあ行った方がいいか。下見は下見は行った方がいい。前日とかに行くんじゃなくてもうちょっと早めに行って、うん、時間とか調べて。なるほど。試験受けるのに試験以外のところでねなんかいろいろあるっていうのはもったいないから、うん、だからそうです。センター試験は勉強以外のものを完璧にしとくっていうのが重要かもしれない。ああ確かに。勉強完璧にするよりも勉強以外の他の部分を全部完璧にしとくっていうのが重要だな。いや一番重要なのはその埋めること埋めることってみんな言うけど、あの数学も埋めることですね。ああ確かに。これみんなねよく数学白紙で出しがちってのがあるある。結構出がちな数字あるよな、ね、ルート11とか出るよな、ね、ベクトルとかとかどっかにゼロある。内積ゼロ、内積ゼロ、内積ゼロ、内積は基本ゼロだと思ったの。数学で3桁できたら180か120やから。ああ確かにね。たまに135とか150とか。そんな感じで結構あの3択とかだったりするから、うん、ルートは、ね、あと確率で最後の問題だったら分母36って書いてあるけど、あとずつ。ああ確かに。あと考えたら約分的に限りは、うん、36か18かその辺やろ。うん、分子は11ってのが多いよね。お前迷ったらルート11やから、うん、角度の問題で整数分のルートでプラスマイナスルートやったら462って入る。あーあれな、15と9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 5と
対トイレ行ってくださいほんまにほんまにそれはほんまに早めに行かんと、うん、相当並ぶあトイレバカほど並ぶあのね女子大での受験がマジで地獄ですよどこどこマジで並ぶから大ストレないなやばかったもんやばいなあれお前そこにないこの回っていうかあれあんのまあ、存在する教員用しかないあしかも教員用やから多分便器の数も少ないそうよねとりあえず試験前にとりあえずトイレ行く、うん、何が何でも行くでんくても出すそう出す試験中に行きたくなっても遠慮なく行く遠慮なく行く戻ってこれるから各々の自分の解き方とかあるやろうから例えば数学とか大問なんかの解くとかねあ、うんまあ、そのルーティンはちゃんと各々で守るとしてそのルーティンも変えへん方がいい、うん、絶対変えへん方がいいあ簡単そうやなって見えても変えへん方がいい絶対に休み時間があると思ったからねあ、あるんじゃないの休み時間の間は俺はあの友達に会いに行ってめっちゃできたんやけど俺と逆にそう簡単やったなっつって自分の心に安定を取り戻せるっていう俺はバンプオブチキンを聞くあそれもありありや俺はなんか次の教科の解いて頭の中をちょっと切り替えるみたいなあ俺は持ってきたお菓子を食べまくるあ俺もあの持ってきたアルフォート俺あるなんか、校門の前まで塾の先生が来て、あー来るな、先生が来てくれるんだけどそのお菓子だけちょうどなくしたなんだかんだセンター試験の人たちは受験生に優しいからうんそのあの名前とか、あ、書き忘れたって思っても本人かどうかが分かれば採点してもらえるからてか、むしろ俺のところはなんかさこの人は何も名前ないですってああ言われた言われた言われた終わった瞬間にはい、そこまで鉛筆置いてくださいって言われた後にまず名前欄を見て名前書いて確認してくださいって言われた、うんうんうん、ああそうだったそうだった書いてない人は挙手してください、うん、全部が全部そうか分からんけどその感じで結構受験生に優しいのは多いうんあと決して今日のタルタカみたいなパーカーを着ていってはいけませんああそう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 これねダメですよこれそう英語は、ね、脱がされますよね制服で言ったらもう間違いない制服はありまあそうでも受験生は制服が多かった俺らでも現役の制服の人が多くない怖いからもう制服で行った俺の制服で行った現役は制服多いんか俺現役って覚えてない浪人の時も割と覚えてない何も覚えてない2年前やもん私服で行くと浪人感出ちゃうから俺は浪人の時に制服で行ったらそこ浪人の部屋で俺一人だけ制服やった逆に言うじゃんあとあれかな
あの本番中に足元が寒いから、うん、あのつま先に貼るカイロは持って行ってます。つま先か。あ、足先がもう1日目冷えでとんでもないことになって集中できんかったから、カイロは持って行った方がいい。世界史だけあの一番最初に載ってるから世界史は絵を描かないように注意っていう。あ、数学は俺はもうひっくり返した。あ、そう、俺もこうした。あ、おう、え、表から見たら A とか 1だけ、数学1が出てる。あ、はい、裏から見たら 1A が出てる。あ、なるほどね。で、当日終わった後自己採点する人を手を挙げて、おう、どこどこしようするんやろ。ほう、まあ、あの、自分の結果が気になる人はやった方がいいかも、もやもやするから。あ、うん、気になった次集中できんとかはやった方がいいかも。は、まあ、やった方がいいかも。逆に俺みたいに悪かったら次やばい、どうする。あ、そうそうそう、追い込まれるのを与えるのはやらん方がいい。あ、基本的にはどっちか決める。やるかやらないかって決めといて、あ、どうしようかなって迷うのが一番、うん、そうそうそう、よくない。確かに基本はせんでええねん。基本はしないよな。基本センターはこんなもんで終わりか。終わりね。二次試験かな、次は。次二次試験かな。二次試験また取ってに負けてんねん。負けるか。うん、じゃあ一旦ここで終わるか。はい、あ、じゃあセンター前に出ることを祈ります。頑張る頑張ろう。